任せとけって。腕が鳴るぜ。Thank you.
戦闘終了です。うまくいきましたね。ん？あれ？お久しぶりです。ギガンテスを操ることに成功したようですね。ユノ、元気だった？はい、こちらはつつがなく。ギガンテスを拠点まで連れて帰ったら、研究班の人たちがすごく喜んでくれたよ。いろいろはかどりそうだって。皆さんは高度な技術力をお持ちのようなので、きっと宇宙船の修理に役立つことでしょう。うん。ま、あれ？そういえば私たち宇宙船でこの星に来たってことをユノに話したっけ？いえ、でもわかります。そうなの？どうして？すみません、それはお話できません。そっか。いやあ、一仕事したら腹が減ったな。そうですね。船に戻ったらヒペリオンさんに美味しいスイーツを作ってもらいたいです。それくらいのご褒美はあっていいよね。スイーツとは何でしょうか？ダメだ、イズナにスイーツのこと聞いたら。え？ユノさん、スイーツをご存じないのですか？ええ、スイーツとは天国への階段です。ほう。癒しであり、宝であり、幸せでもある。しかもそれは食べ物で、力と栄養も与えてくれるものなのです。食べ物なのですか？いいえ、芸術です。芸術？そうです、無限の創造性を秘めた表現の世界。しかも食べられます。食べられる芸術？いい表現ですね。賞味期限があることで永遠ではない刹那のアートとも言えるでしょう。ただのおやつだろ。セイルさんは分かってないです。そうね、分からんちんだわ。ルティナまで。バディは分かるよね。ならいいです。おい、本当に分かってんのかよ。すごく興味があります。どんなものなのか知りたいですね。ぜひ食べてもらいたいのですが、ユノさんは立体映像なんですよね。残念です。イズナって昔から甘いものにだけはやたらとうるさいんだよ。そんなにおやつがいいのかね。おやつじゃありません、セイルさんにはあげませんよ。そうだそうだ、モノメイト男。事実だが、その呼び方はどうなんだよ。モノメイト男？それはね、説明しなくていい。この星でも、もしかしたら新たなスイーツが生まれるかもしれません。そう考えるとちょっと楽しいですね。スイーツ、ときめきを感じます。よかった、ユノさんとは仲良しになれそうです。はい。オルクスさんの熱血指導で私たちのグランアーツがパワーアップ。しかもギガンテスも操れるようになるなんて思っても見なかったよね。シャロンって本当にすごい。すごいといえばイズナだよね。実はセイルよりすごい子だったなんて。イズナは自分の進む道について悩んでたけど、自力で答えを見つけ出せたみたい。偉いっていうか、かっこいいね。私ももっと頼りになる存在にならないとね。今のままじゃ
バディに頼りっぱなしだもん。ああ、迷惑とか思われてないよね。きっと大丈夫。バディはそんなやつじゃないはずだし。もっと頑張ろう。どうしたよ。すげえじゃん。どうしたよ。ちゃんとやってくれよな。俺に用。俺に用。どういったご用件でしょう。よろしくお願いします。どういったご用件でしょうか。ではこれで。用事が？しっかりな。用事が？あばよ。用事か。よろしくな。食欲は？ではこれに。
ん？俺に言おうか。よくやった。俺に言おうか。頼むぞ。俺に言おうか。ご用かしら。よろしく。ご用かしら。やるじゃない。ご用かしら。よろしく。私にご用ですか。ではまたクルーの回答を行いますか。では始めますよ。まもなく回答完了します。少々お待ちください。回答完了です。お目当ての人はいましたか。また人員が必要な時は声をかけてくださいね。
おや、食欲はありますか。では、これに。